50万切ってるんですか。え、どういうこと。今回はテネコジャパンテストテクニシャンの矢沢貞之さんの愛車を紹介します。はい、矢沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ましたね、3人 GTR、もうなかなか今ね、街で見ませんよね、はい、もうなんか見ると御利益ありそうですよね。もったいなくて乗れない。乗れないですか。これはもういつから乗ってるんですか。これは僕は3年目なんですけれども、もともとの車両がこれ実はテネコジャパンで僕が3代目のオーナーなんですよ。車内で回ってるんだ。そうですね、いい伝統ですね。いや、これいずれまた誰かに矢沢さんを2つ言ってきたら僕で終わりにしたいですね。終わりしたいですよ ね、 これね、最後はこの車で終わりたいなと思って。いや、でもエンジンはじゃあやってるってことですか。そうですね、あの最初のオーナーが33の N1 エンジンをフルリビルドかけて、はい、乗っかってるような、ちょっとエンジン見せて。そうですね、見た目がノーマルっぽく見えますけど、中身は実は結構いじってあるエンジンです。え、これで何馬力？その時聞いたのは550馬力。もともとは280馬力じゃなきゃいけないんです。そうですよね、はい、見た目は分かんない。分からない。分かんない、見た目分かんない。これ550馬力あるってことはどうなるんですか。いや、四駆だから受け止めるんですけど、多分トルクがすごいんだと思う。どうなんですか、走りは。そうですね、今の車って下級ダウンサイジングでどうしても燃費寄りの方で出てるんですけど、もうまさにこの時代の車でアクセルを踏んだら、ね、ね、ドッカンとパワーが出るっていう。出ますか。はい。え、タービンは。タービンの方は R1 タービンを2機。2機ね、ツインターボですからね。はあ、すごいですね。だから最初のオーナーが好きだったんですよ。普通エンジンには手を入れない。ね、もともとね、もともとがもう、ね、すごい宝物みたいなエンジンじゃないですか、はい、でベースが280馬力なんだけど、コンピューター変えて、ちょっとブーストアップしただけで、400馬力簡単に出ちゃうエンジン、はい、でこの RB っていうエンジンは強い、あ、そうです、強い、550馬力じゃ壊れない、あ、そう、壊れない、あ、なるほど。いや、もう一つですね、これって、はい、オリジナルを大切にするっていうのもあるじゃないですか。 ありますよね、まあ、その方が価値があるとか、でもあえてそのね、550馬力に挑戦するっていうのはちょっと侍ですよね。と思いますよ、ねえ、うん、だけど550馬力で止めたっていうのはすごい。大体こういう車に、この年代乗ってる人たちっていうのは、とんでもないパワーがするんですよ、それでエンジン、みんなエンジンブローしちゃう。で550馬力だと壊れない。RB26 はこれもつけてるんですよ。これはマニアックですよ。レーシングカーと同じものつけてますからね、ボンネットピン。そうですね、でこれあれじゃ、要はボンネットは開いちゃうから、はい、そうですってことですよね。これでダブルロックなんですよ。これもこれももうボンネット違います。これカーブ、ね、譲ってもらった時は純正だったんですけど、ちょっと熱でもう塗装が剥げちゃってたので、ちょっと取り外して、カーボン、FRP のカーボン調のやつを買ってきて、自分でクリアを1回剥がして、これ FRP なんだ、はい、少し熱を逃がすためにちょっと熱抜きやつの、ここもそうですか。そうです、ここも全部剥げちゃって、多分横見ていただければ分かるんですけど、塗装の切れ目があるんですね。やっぱどうしても年代的にダメなので。これも貼ったの。そうですね、ちょっとお恥ずかしいんですけど、そこまでお金の方が、これ自分で貼ったの。はい、あ、自分で貼ったの。いや、なんかちょっと逆にかっこよくない。ほら、例えばね、こういう車って、なんていうかな、フルオリジナルに戻して、そうすると価値が上がるじゃないですか。で、これは正直言って、これだけめちゃくちゃにしちゃってるから、価値的にはね、ま、一部の人は好きかもしれないけど、下がるけども、でも、矢沢さんの車好きとか、普通ね、自分でやりませんよ、やんない。こんな宝物、国宝みたいな車。あとはこんな綺麗にできない。
あ、そうか。そう。まあさすがやっぱりテクニシャン。テクニシャン、テクニシャン。テクニシャンですね。夜もテクニシャン。夜もテクニシャン。それちょっと参考にして。夜テクニシャンですね。で、これ後ろはノーマルです。後ろもノーマルです。枕だけですね。枕これ。これ、これ枕は今柿本の枕が入ってるんですけど、これちょっと。もともとはオリジナルは違う ASPG のワンオフのマフラーが入ってたんですけど、ちょっと車検が通れなくなったので、うんうん、もう車検対応の。あ、そっか。で、ま、あのホイールは何ですか、これ。ホイールはこれアドバン。そうですね、アドバンレーシングの20年、30年前ぐらいにスーパー GT の方で流行った3本スポークで、そうだよね、自分が高校時代に憧れてたホイールをちょっと探して。もう外観はほぼオリジナル。これもそうなんですか。そうですね、これはオリジナル。いやー、ボンネットだけですね、回転の。でも中は全然違います。中ベーターつけてます ね埋め込みで、はい。シートは、シートは純正のままです。純正のままです。これエッチかけていい。全然もう土屋さん、エンジンお願いします。かけてください。はい、その家帰ってください。ロールゲージロールゲージ、テリーさん、え、ロールゲージが入ってる。あ、ほんとだ。レース出てんの？これレース出てんの？最初のオーナーがサーキット走行とかをメインしてたみたいなので。これね、ほら、RB26 の音。いい音だ。うわー、これは別物ですね。別物ですよ。別物です、これ。そうですね、これ GTR とは違うですね、これ。いやだけど今とんでもない金額しますからね、これ、うん、これを誰にやってもらったんだろう、前の方は。多分お店かどっかだとは思うんですけれども、うん、ちょっと自分が譲ってもらった時にはメーター関係も全部ダメになってたので。いや、これ業者に出さないとこんな埋め込みできない。これちょっとつかぬことを聞くんですけども、はい、先輩からね、はい、3年前にいくらで譲り受けたんですか。本当の値段も言った方がいいんですか。言ってくださいよ。50万切ってたんですよ。え、どういうこと。前のオーナーが これ車検取った時に40万かかったので、うん、40万プラス税金代の方で。今これいくらすると思います、この現状で。分かんない、いくらですか。500くだらないですよ、これ。あ、そう。売っちゃおうよ。いや、ダメですじゃあ、まあ、なんかそういうね、社内にこういう伝統がある。そうそうそう。でもね、ほら、それこそ安田さんさ、もう本当車好きだから、これから大切にして、はい、でこれみんな街でみんな見るでしょ。そうですね、ちょっと音もやっぱその時代のなので、うん、うるさいよりも。いや、結構注目になってしまう。いい音、 RB の音。これはいいね。大変よね。今日愛車を紹介してもらいました。はい、ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。